元気ですかー、エグロ1、2、3のタイガーマスク、タイピング、虎の穴だー。虎だ虎だ、お前は虎になるのだ。チャー、白いマットのジャンプ嵐が吹き荒れる、ルンル無用の悪党に正義のパンチをぶちかませ、行け行けタイガータイガータイガーマスプロレス界を震え上がらせた黄色い悪魔、タイガーマスクこと伊達直人。相手を叩きのめしての反則負けこそ我が本と公言する彼を、無敵の悪役レスラーに育て上げたのは秘密の地下組織虎の穴であった。だが彼自身が育った恵まれない子供たちの施設ちびっこハウスの危機を救うため、虎の穴の掟を破ってしまったタイガーのもとに地獄の死刑執行人が次々と送り込まれることとなるのであった。果たしてタイガーマスクは虎の穴が放つリングの殺し屋たちに打ち勝つことができるのか。はい、皆さんこんにちは。タイガーマスクのタイピング、虎の穴、虎だ。今回もやっていきたいと思います。前回は最終話、栄光の彼方をやりました。覆面ワールドリーグ戦最後の試合で、怪力ライオンマン、そして反則王のエジプトミイラと対戦することになったタイガーマスク。急遽ですね、グレートゼブラという無名の覆面レスラーがやってきて、タイガーマスクとゼブラ組、そしてライオンマンとエジプトミイラ組のタッグマッチを行うことになりました。で、結局タイガーマスクがコブラツイストでライオンマンを下して優勝した結果になりました。救世主として登場したザ・グレートゼブラは正体ジャイアントババということで、タイガーマスクの恵まれない子供たちへの、施設への寄付ですね、それに賛同して心打たれたジャイアントババが駆けつけてくれたというふうな内容になっております。タイピングのストーリーとしては前回の最終話で終わりということだったんですけれども、実はこの最終話をクリアすると特別試合というものが出現するシステムの向上になっておりますので、今回はこの特別試合をやっていきたいと思います。ではいきます。特別試合、
はい、特別時代から帰ってまいりました。対戦はなんとザ・グレート・ゼブラだったですね。まずタイピングについてなんですけど、なんとかこう完璧を期してノーダメージで行こうと思ったんですけれども、ちょっと最後の方にですね、あの気が抜けまして、一つの単語を、まあ、入力は正確だったんですけれども、スピードが入力制限時間内に収まらずですね、一発、チョップを食らってしまいまして、ダメージを受けてしまいました。一応まあ正確性はなんとか 100% いけたんですけれども、まあノーダメージではなかったんでね、ちょっとそこ残念だったかなと思うんですけれども、ザ・グレート・ゼブラとの特別試合でした。実際にはこのアニメとか漫画ではタイガーマスクとザ・グレート・ゼブラはシングルとかあのタッグ含めてね、あの戦うことはなかったんですけれども、このタイピングソフトトラダのオリジナルの特別試合というふうな内容になっております。はい、ということでですね、一応これでタイガーマスクタイピングソフトトラダの全ストーリーを終了することができました。最後にですね、データファイル、右下の方にデータファイルというものがありまして、そこにはこちらのタイガーマスクトラダで登場してきたキャラクターたちのですね、解説が載っている、掲載されているファイルですので、最後にねこちらを皆さんに見ていただいて、タイガーマスクのアニメーション、タイガーマスクの物語についてより一層ね興味を持っていただければ良いかなと思いますので、それぞれね一人ずつじっくり読んでいただければ良いのかなと思います。このタイガーマスクですね、あの梶原一騎先生で、まあ、漫画の方はアニメの方は辻直樹、イラストの方は辻直樹先生の方が書かれたもので、この梶原一騎先生はあの巨人の星、そしてあの明日のジョーを書かれた先生、同じ先生でございます。どの漫画にもね相通ずるものがあると思います。特にこのタイガーマスクに関しては、まあ、社会現象になったねタイガーマスクということですので、まあ、より一層ねあの皆さんに見ていただきたいアニメなのかなと私は思います。で、まあ、次回ですね、あの虎の穴地獄特訓をまだ皆様にお見せしておりませんので、次回虎の穴地獄特訓をやって終わりにしたいかなと思います。それではね、最後にデータファイルじっくりご覧になってください。
人生のためのゲーミング。